王妃、エルジュビエタと、ジー・エルジュビエタ・グラノフスカ、または、エルジュビエタ・スピルチは、ポーランド王、リトアニア大公のヨガイラの3番目の日。エルジュビエタは、サンドミエシュ県知事オトン・スピルチと、ヨガイラの先例の大母を務めたヤドビガメルシティンスカ、との間に生まれた。1384年に、父が死ぬと、エルジュビエタは、ピリツァ。 ワインツ島をはじめとする莫大な父の遺産を相続した。伝えられるところでは、エルジュビエタはヨガイラの人なる以前に何度か結婚していた。夫たちの名前は、ビセウチャンボル、ヤンチク・ヒンチンスキ、ビンツェンティ・グラノフスキといった。特に、グラノフスキとは13年もの間連れ添い、間に2人の息子と3人の娘を設け、このうち同盟の次女、エルジュビエタは、 シレジアのオッポーレ・コーボールコ5世の日になった。グラノフスキは1410年12月12日に亡くなった。1416年ヨガイラの2番目の日、アンナチレースカが亡くなるとヨガイラとエルジュビエタは急速に親しくなっていった。二人は翌1417年5月2日にサノクで結婚式を挙げ、エルジュビエタは5月19日にバベル城で王妃として退官した。 この結婚は激しい非難を招くことになった。年65歳の国王には以前の結婚で儲けた子供のうち娘が一人しか生存しておらず、さらに子供を得るための再婚相手ならば45歳のエルジュビエタよりもっと若い女性を選ぶべきだと考える人が多かったのである。しかし1419年頃にエルジュビエタは結核にかかり、翌1420年に クラックフで亡くなった。一部の歴史家は、エルジュビエタと最初の夫たち、ビセウとヤンチックとの結婚は、彼女を実際より身分の低い家柄の出身だと見せかけ、その評判を落とそうとした同時代人たちの創作だろうと考えている。エルジュビエタの青年に関しても議論があり、一部の人々は彼女を1382年生まれだと考えている。ありがとうございます。